パク・シフの映画初主演作。時効成立後、突如として連続殺人犯が現れたら、日本でもリメイクされた本格的サスペンス。テンポの速い展開で迫力満載のクライマックスまで引き込まれること間違いなし。衝撃のアクションエンターテインメント、映画殺人の告白。